いやー、なかなかいい人来ないな。次の方どうぞ。ごめんなすって、おひけんなすっておくんなさい。ああ、だいぶやばいですからこれ。ここで合ってる？え、未熟者でござんす。よろしゅうお頼み申します。今日、子役のオーディションなんか、あんた完全に違うな。手前、まだ一人前にもなりきれねえ半端者にござんす。子供同然の身にござんす。そういうことじゃないのよ。あのメンタル的なことじゃなくて。何が面白い？大体君、これ女の子の子役オーディションやねんか。完全に違うよ。心配しないでおくんなさい。あっしまだ一人前の男にもなりきれねえ半端者。6歳の女の子も同然にござんす。なんでやねん。どんな理屈やねんそれ。笑うな言うてんねん、まあ、とりあえず来てくれたからオーディションは見てあげるけど、とりあえず自己紹介してくれる？へい。手前住まいは浪速区四季東2-1-10にござんす。エニタイムフィットネス今宮恵比寿店やないかそれ。なんで住んでんねん。なお勝倉文太郎と申します。ああ勝倉さんね。ああじゃあ台本見てきてくれた？へい。じゃあ女の子が離れ離れになってたお母さんと再会するあの感動のシーン、そこやってみて。へい。おっかさん、おっかさんじゃございませんかい。走ってござんす。さらきちでござんす。探し続けてさんずり、やっと会えた、やっと会えた。ああお母さん、探し求めた母親に久しぶりに会えた時、思わず知らず目に涙。何やねん今の。女の子誰やねん佐田吉って。あとその LINE 三味線みたいな、それあかんで、そんなん使ったら。え、三味線も使っちゃいけねえとおっしゃるでござんすかい。それを聞いて、それ